MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーの桜井よすこがお伝えいたします。韓国のいわゆる徴用工訴訟で、原告側の代理人弁護士や支援団体は、6日、ソウルで記者会見をし、問題解決に向けた元徴用工と、日韓の学者、政財界関係者による協議会の設立を提案しました。この記者会見に出席した日本の方々は、韓国独自の歴史認識を鵜呑みにして、1965年の日韓請求権協定を完全に無視した考えで、終わった問題を蒸し返すことに必死です。韓国紙ハンギョレ新聞は、1月7日付で、強制動員被害支援、韓日の弁護士が、共同協議体で問題解こうと、題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。ソウル、東京で、同時会見、被害者側原則を提案、日本政府、企業謝罪が、解決の出発点、韓国政府、受刑企業も役割を果たすべき、両国政府に共同協議体支援を要求、日本企業資産売却波紋も考慮、韓日交渉の進行にも影響を与える見込み。韓日関係の最大争点の一つである日本による強制動員被害者問題を解決するために韓国、日本共同協議体を作ろうという提案が被害者側から出た。2018年10月の最高裁、大法院判決の後、被害者側から解決法案を出したことは今回が初めてだ。韓国政府は、被害者中心主義の観点で、この問題を解いていく方針であるだけに、韓日交渉にも影響を与えるものとみられる。最高裁で勝訴し、追加訴訟をしている強制動員被害者訴訟代理人団、弁護士、支援団体、日本の弁護士たちが6日、ソウルと東京で、それぞれ記者会見を行い、強制動員問題全体の解決法案を検討するための協議体を提案するとして、韓日両国政府が協議体の活動を支援し、協議案を尊重しなければならないと明らかにした。協議体で一定の解決法案が用意されれば、日本企業を相手に進行している現金化、売却措置を中断するために、被害者の意見を聞き取る手続きも検討することができると付け加えた。新日鉄住金、現、日本製鉄、三菱重工業などに強制動員された被害者訴訟代理人団と支援団体は、ソウル市ソチョクの民主社会のための弁護士会、民弁大会議室で記者会見を行い、最高裁確定判決から1年2ヶ月が過ぎたが、問題が解決されていないとし、昨年から韓国と日本を行き来して、解決方法づくりのために議論してきており、今回韓日で同時発表することになったと説明した。彼らは、日本政府と企業が強制動員の事実を認め謝罪することが問題解決の出発点という原則を明確にした。また、韓国政府も責任と役割を尽くさなければならず、1965年の韓日請求権協定の韓国側受刑企業も解決に乗り出さなければならないと指摘した。このような理由から、協議体には被害者の代理人、支援団体、韓日両国の弁護士、学者、経済界、政界などが含まれなければならないと話した。被害者訴訟代理人のイムジェソン弁護士、法務法人ヘマルは韓国の外交部、ムンヒサン案など、今まで案は全て韓国で提案されたものだったが、今回は韓日両国の法律代理人と市民団体が額を突き合わせて出した案だという点が重要だと話した。この日、東京で同時に開かれた記者会見で、川上志郎弁護士も、ムンヒサン国会議長の案を含め、様々な案が提示されたが、すべて、お金を誰が出すかに集中していた。だが、重要なのは、被害者個人の人権の問題だとして、真の問題解決のためには、協議体の創設が必要だという要請文を発表した。このように、強制動員の被害者側が、積極的に、協議体の用意を要求して出たことには、現金化措置が将来する波紋も影響を与えた。最高裁の損害賠償判決により差し押さえた日本企業の資産を現金化することは、韓日双方にとって負担だ。テグ地裁、ポハン支所は、昨年5月から、日本製鉄に対して、現金化命令の手続きを踏んでいる。現金化措置がなされれば、日本政府が、堂々と報復を公言していて、
歴史問題、経済報復など韓日関係が極端な方向に突き進むのは避けられない。被害者側の代理人であるイ・サンガプ弁護士、法務法人共韓は、現金化になれば韓日の政府と国民が揃って難しい状況になる。この問題を黙って見ていることはできないではないかと話した。イム・ジェソン弁護士も、現金化を中断するためには手続きを踏んでいる被害者の個別同意が必要だとして、協議体を通じて強制動員問題の解決方向がまとまってこそ被害者に意思を聞くことができそうだと強調した。こんなくだらない会見をいくらしても日本にとっては到底受け入れられる性質のものではありません。請求権問題は日韓請求権協定で完全かつ最終的な解決が定められているのです。そして手を出さない協議体を作っても参加するのは左派思想や主体思想に洗脳され偏った思考でしかない被害者の代理人、支援団体、日韓両国の弁護士、学者、経済界、政界連中です。このような連中で徴用工問題を解決できるはずはない。仮にこの協議体のメンバーとして百田直樹氏や常念司氏、高橋陽一氏、桜井よし子女子等が参加し、左派連中の参加を認めなければ徴用工問題は解決に向かうかもしれませんが、先ほども述べた通り、この協議会設立の提案は日本にとっては到底受け入れられる性質のものではないということです。 MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。